聞いたらこんな意味わかんない YouTube やりませんよ。変顔しまくってる YouTube は。おこれ粒結構大きめだわ。お粒の方が好きなんだけどね。みーみーチャンネル始まるよ。チリーン。はい、皆さん、早速今日ミーミーがなぜこんなに暗いかと言いますと、ママと喧嘩した。すいません、なんか、まあ、うちがママにひどいことを言ったんですね。すいません、本当にもう反省してます、マジで。ってな感じで、本当に今の気分としては暴飲暴食したい、かっこ定期なので、納豆いっぱい食べます。寒くね？最近なんでこんな寒いん？こないだまでめっちゃ暑かったんだけど。納豆を、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14個買ってきました。なので早速食べますね。ちょっと、はい、米盛ります。マジで本当にもうどやだ、明日学校なんだけど。米炊いたんで、待って、絶対水少なかった、硬いかも。米4合炊きました。納豆全部こんな感じです。いろんな種類を買ってきました。米4合食べますね。お腹空いちゃったので、しょっぱなはとりあえずみんな大好きつぶ味、まろやか昆布だし、納豆って一パックに入ってるのが少ないじゃないですか。だからマジ余裕なんですよね。おー、てか何パックあるか数えていきたいと思います。 14×3 だから42パック。やばー。小学6年生の時ね、あー、すいません、修学旅行で買った箸でいきます。納豆大食い企画がずっとやりたかった。醤油は全部入れます。このパック洗うの大変。からしもね、入れます。混ぜます。サムネ候補、いただきます。とっても美味しい。マジでママと喧嘩したのどうしたらいいですか。今ママなんか買い物行ってるんですよ、スーパーに。うちエナイプンっていうグループ好きなんですけど、 K-POP アイドルのエナプのハイタッチ会サイン会が今度カムバするので、そのアルバム買ったら応募できるらしいんですよ。したいと思ってるんですけど、一人で行く勇気マジでないんですよ、その会場自体に。ハイタッチをどうしようかなって思って。皆さん本当にオタクをしてる方っていうか、なんかアイドルグループをしてる方とか友達いますか。なんかこの言い方だと失礼かもなんだけど、同じグループ好きな友達が、まあ、いるけどめっちゃ推してますみたいな友達がいないんですよ。だからさ、どうしようかなって。友達欲しい、マジで。K-POP 好きな方マジお友達になってください、お願いします。うまっ。めっちゃ美味しいけどネバネバするの、ちょっとさ、そこら中につくのあんま好きじゃない。友達とかさ、人前でさ、納豆ってあんま食べれなくない？めっちゃ伸びて、たまになんか自分の口と別のお皿と別のお皿と納豆のパックにこのビヨーンがつながってるみたいなことあるじゃないですか。こういうことが起きるので食べづらいですよね、人前で納豆って。どうしよう、余裕かも。うち LINE スタンプ作ったことってもうみんな知ってますかね。一つ LINE スタンプごじってて、どうしましょうっていう、このスタンプね、どうしましょうじゃなくてどうましょうになってんの。マジで本当にすいません、確認不足でございます。めっちゃパパって作っちゃって、
あんな顔ですし、超無加工ですし、超切り取りとかちょっと下手だし、こじってる。すいません。ですけど、うち的には無加工でシュールな感じ、ちょっと気まずそうな感じ、ちょっと雑っぽい感じがまあ結構好きなんですよ。ああいう感じなので、うち的には結構気に入ってるんですけど、本当に皆さんも気に入ってくれたら嬉しいです。いっぱい使ってください。え、穴開いてる。納豆のパック穴開くのマジあるあるだよね。いつも開けてる。皆さん、物申したいことがあります。あの、本当に黒人ハーフのうちから物申したいことがあります。まあこれはね、うちの実際の経験談でもあるんですけど、本当に小学5年生の頃ね、体育の授業の後に、まあ、体育で日差しめっちゃ強かったから、多分その時めっちゃ日焼けしたんですね。その後、仲良い友達に、え、みえみ黒すぎて気づかなかったってなんか言われたんですよ。え、黒すぎて気づかなかったってひどくない？まあね、その今の時代は結構うちみたいな見た目の子もいっぱいいるから、めっちゃバカにしてくるとかはマジないんですね。ありがたいっていうか、もう当たり前なんですけど。だけどそのさ、あんまりうちみたいなこういう黒人ハーフの子に関わりがない子とかさ、何を言ってその人が傷つくのかとかもさ、そんな分かんない子が多いじゃん。だからその悪気はマジでないと思うんだけど、傷つく言葉結構あるんだよね。あと、うちが気にしすぎなだけもあるけど。なんか、この間だって友達が、え、見て、私最近めっちゃ肌白いとか言ってたんですよ。クイッチ見せて。え、それさ、黒人ハーフのうちの前で言うって思って。まあ、その子も仲いい子ですし、全然なんか、怒るとかはマジ一切ないんですけど、ただうちが気にしてるだけで。最近うちめっちゃ白いとか言って、やってて、他の子と、なんか白さ比べてるんですね。目の前に私います。泣くよ。すいません、泣くよ。だって白さ自慢そこでされてもさ、うち黒いんだぞ元から。気まずい。やめてもらっていいですか？すいません、本当に悪気はないことは一切分かってます。でもさ、言わないで言わないで、ごめんね。あとさ、トイレとかの鏡でもさ、やばい今日めっちゃ焼けたとか言ってる子がいるんですけど、横に私います。横にこの肌の色の私がいます。その白さで、めっちゃ焼けた、黒い、やばいって言わないで！黒くないから！まあ私もね、自分の肌が元から白い人からしたら、ちょっと焼けて黒くなったのは、マジで、なえって感じかもしれないんですけど、うちからしたらマジ超白いから。だから、うちの横でさ、え、めっちゃ黒くなった、最悪とかさ、言われて、まずいじゃん、うち。っていうことがよくあるんですよ。歩き一切ないと思うし、普通うちも傷つかないんですよ、こんな言葉で。だけどうちはもう自意識過剰プラスなんかメンタル弱いプラス周りの目めっちゃ気にするみたいな性格をしているので、本当にそういうセリフ悲しい。ごめんね。けどね、多分いると思う、うちと同じ気持ちの子。ジェシャも共感してたもん。横でなんかめっちゃ日焼けした、やばいとか言われて気まずくなるの。だからマジで本当に皆さんお願いします。ちょっと悲しくなっちゃうので、あんまり言わないでください。ごめんなさい、本当にこれ言いたかったです。マジで今日これを言うためと納豆のためだけに動画撮りました。このペースじゃマジ進まないんで食べますね。汚すぎて、お食事中の方本当にごめんなさい。納豆だとこういう事件起こるんですよね。あ、多分見えてないか、そっちからしたら。なんかこうやって普通に混ぜてたらビョーンって豆が5個ぐらい飛んでうちのパーカーにつきました。何事？うまっ。一発と完食。おろしだれいきます。ちょっと音嫌いな方いると思うんで聞こえないようにしますね。あー、君がよ、こ
発泡スチロールのメキメキする音さ、あんま好きじゃないうち。ルセラの新曲が良すぎてマジ永遠に聴いてます。昼寝しながらずっと聴いてました。マジ気持ちいい。午後の4時5時の水色でも青でもないあの紫とかオレンジの色合い、空が、その時間帯に部屋の電気消してカーテンと窓全開にしてちょっといい感じな曲を聴いて寝るんですよ。うちの部屋はマジで光の入り方が天才的なんですね。超綺麗に入ってくるんですよ光が。なのでマジで最高って感じでした。夏もトゥモローバイトゲザーのアワサマーあるじゃないですか、あの曲を鬼リピしてました。ああいう曲を聴くとマジでちょっと夏戻りたいな。夏めっちゃ嫌いなんですけど夏エモいなとか思ってきます。うち定期的に納豆めっちゃ食べたくなる時期があるんだよね、謎に。一口バカでかい。米固め。うわ、ありがとう納豆。ありがとうスタンプ。こういう時にスタンプ作ってください。うち的にはだるすぎ案件とか結構よく使います。あとうちの TikTok まだフォローしない人フォローしてね。 TikTok 今ねフォロワー1万人目指して頑張ってます。価値うまい。日本大好き。大豆農家の方に会いたい。冬の好きなところ1個言っていいですか？無駄毛を剃らなくていい。ガチ髪。本当にさ、うちの友達見ないって、なんかよく YouTube 見たよとか言われるんだけどさ、見てくれるのは本当に嬉しいんだけどさ、結構バレたらノットなことを私大量に発言しているじゃないですか。終わりなんだよね。クラスの男子とかに知られたら。全然あの本当に好きな人とかマジでいないし、気になってる人。聞いたらこんな意味わかんない YouTube やりませんよ。変顔しまくってる YouTube は。おこれ粒結構大きめだわ。粒の方が好きなんだけどね。次はね、ドロッ豆ですね。パキって割るやつ。これね、ちっちゃい頃めっちゃ好きだった。誰か帰ってきました。おかえりー。ピカチュウのママが帰ってきました。こういうタレが一番。すごいね。めっちゃ白い。めっちゃふわふわなんだけど。さすがだわ。トロットトロ豆。いただきます。うん。泡がめっちゃふわふわ。マジでふわとろ。納豆の案件ください。納豆のアンバサダーみたいなやつとかやりたい。ママ。ん？ごめんね、ひどいこと言って。とりあえずいっぱい食べます。ただ、ありえないんだけど。鼻かみすぎて鼻の中切れた。私ね、もうなんか心が傷ついたから癒されようと思って鼻買ってきた。学食って楽しい。給食4パック完食。ダメウーマン。ダメウーマン。いいね、ダメウーマン。たまにダメウーマンにならないと。じゃあ、ダメウーマンに乾杯。うちも眠れなかった。なんか田舎じゃなくてやっぱりさ、お店とかすぐある場所がいいよね。田舎でもいいんだけど、なんかスーパーが近いとこがいい。うん、とにかくコンビニ。うん、そうだね、コンビニとスーパーが近くにあるといいよね。欲を言えば100均。うん、わかる。
ドラッグストア。だからさ、どうすればいいんだろうね。和室はいっぱいあるんだよな。洋室で探すとないんだよね。これ必要だ。あと不思議なのがさ、2部屋あんのにさ、2部屋とも収納がないの。うん。物どうするって感じだよね。うん。無理しない方がいいよ。こんなはずじゃなかった。食べ物は美味しく食べないと。こんなはずじゃなかった。もっと食べられると思った。めっちゃ有名だと思った。何パック食べた？7。やばい。もう十分だよ。42パックだったの。もうこれはこれで十分なんじゃないですか。だってさ、納豆なんてさ、こんなちょっとしか入ってないから余裕だと思った。結構な量だよ。1パック 40g だよね。 50g としてもさ、 400g のダイエット食べてんだよ。ママが作るさ、いつもの納豆 300g だよ。あれもよりも多いんだよ。いや相当だって。すごいよ。もうあまりでいいんじゃない。明日リベンジします。ちょっと待って、口の中なくなってから喋って。一回で流し込まなくていいから。まあ、いっぱい食べました。食べまくりまして、どうですか。いくら好きなものでもいっぱい食べると気持ち悪くはない。でもこれ納豆一番好きなものじゃないから、コロッケだったら多分無限に食べれるので、今度はコロッケを大量に食べていきたいと思います。ということで、あの明日いいよ、明日はいいよ。明日か来週かももう一回やるから。いいよ、だから十分でしょ。違う、だからこれね、ねこの納豆どうすんの。明日ピーン。はい、明日また納豆食べたい。うん。お、偉いね、ちゃんと最後まで食べるんだ。うん。8パック目。醤油がなかったら多分もっといけた。そうなの。醤油がなんかその吐き気を催す。でも納豆は体にいいけど食べ過ぎは良くないよ。夕飯でもう3パック食べる。もういいでしょ。来た、糸すごかった今。